起立移動ロボット AMR は人間が行う制御をすべてなくす、または最小限にし、マテリアルハンドリングやセキュリティ監視などの様々なタスクを自動化することで、倉庫管理、国境警備、パトロールロボットなどの産業用途に革命をもたらします。AMR は広大な屋内環境で高齢者や障害者を支援するための支援ロボットとしても採用されています。AMR が周囲を認識するためには、さまざまなコンピュータープラットフォームと互換性のある高性能で高品質のカメラが必要です。このカメラの最も重要な要件は、厳しい照明条件の場でも詳細を保つ信頼性の高い画像です。リアルタイムビジョンが可能なプラットフォームとの互換性、さらに屋内外で途切れなく動作する耐久性の高いシステム、360度の認識、マッピング、ナビゲーション機能のためのマルチカメラシステムの搭載、最後に AMR の複雑な構造に対応する柔軟なケーブル配線も必要です。イーコンシステムズの IP67 定格スタディカム20は、自律移動ロボットのイメージング需要を満たす信頼性の高いカメラソリューションです。スタディカム20は、オンセミコンダクターの 2.3MP フル HD センサーと包括的な ISP で構築されており、幅広いカメラ機能を実現しています。高コントラストの照明環境下でもディテールを失うことなく HDR 画像をキャプチャできます。スタディカム20は IP67 定格で荒れた屋外条件に適しています。このカメラは VGA60 および FHD30 フレーム毎秒の非圧縮ビデオデータをストリーミングできるスループットも提供します。GMSL2 インターフェース技術を使用することで、同軸ケーブルを働かせて、高帯域幅の非圧縮ビデオデータを最大15メートルの距離まで確実に送信できます。GMSL コネクターは軽量で、占有領域が少なく、そして AMR システムの複雑な寸法に対応するための柔軟なケーブルオプションを提供します。GMSL2 インターフェースは、幅広い画像処理と AI およびビジョンシステムの迅速な開発を可能にする強力な SDK サポートで知られる NVIDIA ジェットソンプラットフォームによってサポートされています。単一の NVIDIA プラットフォームは、複数のスタディカム20からのデータ統合と受信をサポートし、AMR へのマルチカメラ機能の搭載を実現します。同期されたマルチカメラストリームは、360度の認識、マッピング、ナビゲーション機能に使用できます。NVIDIA プラットフォームは、標準の H264 形式でマルチカメラストリームを同時に記録することもでき、将来参照し分析するためのデータを蓄積します。NVIDIA プラットフォームとシームレスに連携するように設計、開発されたスタディカム20は、ジェットソン AGX ジャビアベースのジェットソン開発キットと、コネクトテック社のローグプラットフォームおよびジャビアン NX ベースのルーディ NX プラットフォームを規制でサポートしています。これらは様々なビジョンと AI ソリューションの迅速な試作制作と展開を可能にします。魅力を感じていただけましたでしょうか。自律型モバイルロボット用 IP67 定格の GMSL カメラシステムへのご意見、ご感想をぜひお聞かせください。